4月15日にに新型コロナウイルスに感染したた。ことが発表されたタレントの石田純一直前には沖縄県でゴルフをプレーしていたことが判明し批判にさらされた石田は自身が経営する冷麺店の休業打ち合わせのため4月10日に沖縄県入り翌日にゴルフをプレーしたがそのゴルフ場で体調が悪化 翌12日はホテルの部屋で休息を取り、夕方に自身のお店で打ち合わせしたというそして13日に東京に戻り14日に病院で肺炎の傾向が見られたため入院 PCR 検査を受けた結果新型コロナウイルス陽性と確認されたのだ21日付のスポーツニッポンによれば 石田は4月5日にプレーした北関東でのゴルフが感染経路の可能性があり彼を含め4人が感染クラスターとなっている那覇市の中心地にある高級ホテルは石田さんがコロナと発表した翌日から臨時休業を発表しました地元でも彼がここを乗宿としていることを知っている人は多いですよ沖縄の会社経営者妻の東尾理子は16日のブログで 仕事であるとはいえ飛行機に乗り都内へ出ようとする主人を説得やめきれなかったことを深く後悔し反省しておりますと綴っている7日には緊急事態宣言が発令されており外出の自粛が求められていた自身が経営する店舗の打ち合わせという仕事に便乗してのゴルフだが石田が沖縄に行きたかった理由はそれだけではなかったのではと。 現地の芸能関係者が匿名を条件に明かすゴルフはもちろんですがその他にも石田さんにとって沖縄は天国みたいに楽しいところなんですよ自分の冷麺屋にたまに顔を出せば可愛い,い女性に片っ端から声をかけて写真を撮ったり連絡先を交換したりしていますあの石田さんから店に来てくれてありがとうと感謝を口実に話しかけられれば。 女性もでではないでしょう。客も石田に会えるかもというミーハーな気持ちで来ている人も多く声をかけられた中には地元沖縄の美人タレントもいるらしいですよ現地の人は横のつながりが強いので今となっては私も「えあなたも?」という感じで友人の多くが石田さんに声かけられていることが分かり今では女性たちに敬遠されていますよちなみに 同関係者が提供してくれた写真は17年11月に石田の店で撮られたものこの時も女性に積極的に声をかけ密着して写真を撮ったりデレデレとしていたというちなみにこの時期は妻の東尾が第三子の妊娠を発表した少し後だ店内でのナンパだけでなくさらなるお楽しみもあったようで石田さんが沖縄に来られると 谷町のような人が会場を借りて宴会を開くのですがよく地元のコンパニオン会社から女性を呼んで接待するんです。